ちょうど菊池さん、はい、今日釣り帰ってきた茶ヶ谷さんと秋山さん菊池さんと僕で行ったんですけど、4人でね、うん、すごかったね今日は。そうか、用釣りするリレーチャットで俺がさ3837というか37釣った後のこれ、まあ、今回 GoPro がさ充電してなかったじゃん。そうだね、でもいいやつで遊びでちょっと行こうっつって GoPro がないもんだから、そこであったこう状況なんですけど、巻いてたのね、もう薄暗くもう帰らないかなって時にシャロン駆け上がりになってて、2メーターラインか1メーターラインになるこういうポイントがあるね、うん、で1メーターラインのとこにこういう布がいっぱい落ちてるの、なぜかなんかあるな、うん、そこの布にこう袋にゴン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 当てとったら 3D シャットコンってまず小バスが食ったんや、コンココンってきたんで、何が起きたかっていうと、まず12センチの小バスがこう両方フッキングしたんだね、こうね、うんうん、前と後ろ12センチの 前と後ろ両方フッキングしたんだけど、うん、先のここに1本針であるやん、うん、ここに40アップかかっとって、ここに、そう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 ここにで、マジか、ここグッと重くなったんだよ、でグッグリーン巻いたらグググググで重い、やったー言ってグリーッと巻いたら足元で40アップがパラーッと取れて釣り上げってきたのがダブルヒットしとったってこと。すごいな、ダブルヒット要釣り、これは俺見たことないよ、ダブルヒットダブルヒットして要釣りするにダブルヒットして、ああ、それで40アップが足元でポローンと40ぐらいのがピューッ逃げてって、バーンと取り上がってきて、こんな小バスがついてダブルヒットしとったの。俺2回目かな、ダブルヒット。ああ、たまにあるんだよ、ハマチではあるけどな、俺もな、うん、だからこうベイトがさガーっていったらさ、バスが3匹ぐらいで追いかけて同時に襲いかかって両方フッキングしちゃうっていうことがある。だからこの間ね言うとったやん、神奈川でグリーンボードの人が、何が50アップが3匹ダブルヒットした、いやトリプル、トリプルだからこのルアーに対して前後ろで50アップ3匹釣れちゃったっていうのが神奈川ダムであったね、全部50アップかね、たまにあるんだね、そういうことが。でということで腹が立ったんでルアー買いました。じゃあ商品紹介いきましょう。腹が立ってきちゃったバラしちゃったということで、何やっとんよあんた、これ俺の好きなやつ、好きなやつ買っちゃった。これ6個入れた時にどんだけ買うんかと思ったんだけど、これ何、これ好きなやつ買っちゃったけど、これ今日ロストしたから、これ6個、クランク歌舞伎、釣れないこれ、これ釣れないよ菊さん、これロストしたん今日、これ買っちゃった、これ黄色が釣れる、黄色ばっかり、この間45釣れただけ、たまたまこれで釣れたの、これだね、クランク 48MR 歌舞伎で、これ俺が買ったやつだよ、うん、俺が買ってるわ、入れとったの、これサイズ感的にこっちだな、55mm の方か、うん、55だと思う、55で、うん、俺 M シリーズ俺好きだから、 M シリーズこれ釣れるよ、で 1.5 から 1.8 潜るんだな、うん、これ先行深度ってこと覚えた方がいいよ、ここを理解して、これ 1.5、1.8 じゃん、で例えばこっちの48は2メーターか 2.5 やで、見て、ここよく見て、そうそう、こっちの48ミリの方がよく潜るんだよ、うん、だから2から 2.5 はこのちっちゃいので、そうそうそう、普通はこの、1.5 か 1.8、 これが使いやすいよね、うん、そうなんだよ、で48と55分けてみて、どうやって買った、どっちが48、こっちが48で、こっち55、そうだよ、たもまあ好きだな、あんたもこれ買っとるで、何、ああだからこれあの伝説の、ああまあこれね最近ね、うん、高橋さんファンです言って、大したファンじゃないやつが7年しやぞんねん、誰や、いっぱい寄ってくる、おるいっぱい寄ってくる、おるなんだけど、俺が指貫通したルアーがこの M シリーズだってこと知らん素人が、伝説の4年前5年前だ、指貫通したのお前、貫通した、大丈夫かそれに絡んで、専務が老眼で見えへん見えへん、取ってくれ言うねん、で取ってくれ取ってくれって、振って、取ろうかって振って、って振って振るみたら、バーンって指にぶっ刺さって貫通してた、これこうやって指にもう痛いなそれ、取れないんだよ、ああ MC で俺泣きながら病院行って、痛いわ
よ、それ。まあそれは話しいんだけど、その時ついたこの M シリーズ、あーそれか、このゲイリー・クランクっぽい、うん、これは最強にすごいルアー、それは覚えてほしい。じゃあ次、これも買っちゃってな、これな、あのね、釣りだぜこれ。ゴさんは、うん、この用釣り釣りでシャッド、あれ580円やったの特価 でこのねロザンテシャッドっていうのがめちゃくちゃ釣れる、釣れるなこれで。ゴさんだとこのねボラッコイナッコがこのサイズ感マッティダベイトなの、うん、一番のこれ釣れそうやわ、これ釣れるやろ。でこれちょっと種類ちょっとあんたこっち貸して、コリコリ違うな、どうも、コリコだけ MR な、これ。あのね、あなたね57ミリの 4.8 でこれだけ違うわ、ロザンテシャットの63、それだけ違う、うん、だからこれも見てくれたら分かるんだけど、ここね 1.8 か 2.4 メートルじゃん、63は。おお。で 1.5 か2、こっちがちょっとより深く潜るから、そうだね、深いラインを攻めた時ほんとだ、琵琶湖向き、琵琶湖向きな63かな、うん、でこっちの辺はまあこういう57mm の 4.8g のフック10のマグネット式の、これがねロザンテシャッドがめちゃめちゃ強い。でもこれこの色がいい、黄色しか釣れない、黄色が釣れると思った、これ、はい、これめちゃくちゃ釣れるわです。はい、次行きましょう。なんかこれだな、は中古で買っちゃったタックルベリーだな、これ名前何、ちょっとこれね、あの実はこれデカバスキラーで、名前知ってる、当てて。カメナチュラル、ヤマタヌキっていう、でも俺はヤマダヌキって言うの、カメナチュラルじゃない、ヤマタヌキってなんだけど、てんてんつくヤマダヌキ、これ芋じゃんこれ、ヤマダヌキっていうの、これがゲイリー素材でスリッド入って、芋のサイズが 芋60がこんだけだ。昨日買ったあの芋リッパーとこれそっくりじゃん、全然違う、スリッド入ってる、全然違う、うん、芋がこれやな、芋6、6センチについて3センチオーバーでケツプリプリ、そこに止めてこうプリプリ、これデカバスしか釣れない。ああ止めて、これそこに止めてビシンドビシンド、これめちゃめちゃ釣れる、ビシンド、これ山田抜きっていう、山田抜き、山田抜き、これは釣れるで。結構買ってるねあんた、なん結構買ってるな、あれまだ買ってる、何これ、これ安かったんだ、ミッドローラーお前買ったの、中古品で安かったの、ミッドローラー、これはさっきのと違う、これはシャローだな、歌舞伎のシャロー30センチ色だから、ちょっとこれ、うん、あこれ 1.2 メートル潜るやん、これね、うん、これもね、これも30センチのあんま好きじゃないから、うん、これちょっと小型タイプね、1.2 潜りゃいいやな、うん、でこれがでこれもこれも針がぶっ刺さったやつな、 M シリーズな、これ中古のやつ、うん、中古で新品だけど、新品特価品か、1300円、100円安いな、タックルベリーだから。でこれがいいんだ、この色が、赤がザリガニから、うん、はい次行きましょう。でこれ、これあーこれ俺がね買っちゃいました、スピンバイト特価品、それも入れ食い、うん、スピンベイトの俺は80が好き、ね、80の軽いやつよね、うん、90があったっけ、うん、80が軽いやつ、いやもう一個ちっちゃい60とかあるよ、ちっちゃい60もあるからね、90は重たいじゃん、うん、そうあれが好き、俺重いのが好きだったんだけど、まあ80のこの好きなカラー買いました。でこれ中古も今欠品だな、これ俺釣りすぎて、いいのあったねこれ掘り出しもんでね、売ってないんですよこれ、ね、普段1300円するんですけど、うん、中古でこれ良かったじゃん、これを買わない人って釣り知らない人と一緒、これまさか売ってるとはね、うん、なんでこれで60が10本ぐらい上がってる、うん、だってこれ、うん、通常1375円なのに900円だった、そうだね、めちゃめちゃお得じゃんか、いやだからこれがさ、ああのでかいバスを釣りたいって人が俺コメントもらってて、ああこれ投げてみなっつったら6人が60釣ってる琵琶湖で、でありがとうってみんなから俺感謝の目、これ使って60釣ってるだよな、シルエットがでかいでしょ、でこれ使ってる人いないのよ、オオサンショウウオほど釣れるはないよ、でポールでペラペラペラでこれめちゃくちゃ釣れる、特にデカバスキラーだね、黒も意外と釣れんのよこれ、クルのこの間50釣ってたよ、お前の友達が、うん、これでな、この動きがすごい、
黒がね強いんだよこれ。濁りに強い、うん、俺はメロンウォーターが好きだよ、ね、いや黒濁りに強いのこれ。これもいいんだよ。これグリパン、グリパンだね。俺はメロンウォーターが一番好きだから。メロンウォーターね売ってない、一番人気だから。なあ売ってない、で、キューさんも近々ちょっと釣り行くから、琵琶湖で勝負するから、このタックルの中に使うやつだけ、さっと行ってもすぐ投げれるように、整理整頓っていうのが重要だから、どうする?使わないルアーは片付けて、タックルボックス分けようかって言ったのかな、昨日。何が?俺が青にして、お前が緑にするとか。じゃあ青持ってこいよ。はい、じゃあちょっと今から分けてね、セッティングして、使うやつだけしか持っていかない。ね。まあここに分けて、使うルアー、使わないやつは持っててもしょうがないから、ね、ここに芋とか、で、使う、これは使うよねっていうルアーワームだけを持っていく。あとはもう持っていかない。ね。で、この辺も全部開封してすぐ使えれるように、すぐ投げなきゃいけないから僕たちは。この辺の、今この辺を整理して使うやつ、で、これはあんま使わないやつだから、あなたこれ作れなくなるから、デカバス狙いでね。これ使わないでしょ。使うじゃん。バイズ黒いる。この間もそれ釣ったよ。バイズシュリンプは釣れるけど黒は釣れない。4.8 インチ釣れないから。これ琵琶湖やったら釣れるよ。デカバス釣れる。それデカバスが釣れる。で、この辺のちょっと俺はまあ山線香信者だから、これちょっと小バス狙いにパッと山線香と、うん、この間も山線香釣れたもん。これ何、ロザンデシャッド、うん、釣れそうやろ、うん、これそっち入れた、うん、2個入れて。このロザンドシャッドがね、汎用性があって、まあ本当に坊主逃れですね。あ、これいいな、この色。どれ、これ釣れそうじゃん、これ。これちょっと、うん、まとめてね、あとクランク、これとまあこんぐらいあればいいかな。あ、それ MC です、俺にちょうだい。これここに入れるから、いいやろ。これ針ぶっ刺さるで、これもう刺さったんだ。危ないよ。これで40アップ50アップ、めちゃ、これめちゃくちゃいい、めちゃくちゃ釣れる。危ないよそれ、うん、かっこよすぎでしょ。この M シリーズが強いんすよ。これでかいの釣れるんだわ。でかいのしか釣れないんだな、ね、ルアーもでかいもんねこれね。ああ、で45アップが釣れる感じ。あと紫っていうのがデカバス一番、紫いいな、うん、うん、これがいい。うん、このだから入れ食いカラーでちょっとこれ気に入ったの。今回あの琵琶湖やったらスピンベイトメインであげるから。あの今ってヒューの時期じゃん、うん、あのアユが卵産んで、でヒューがちょっと大きくなってきて、あとモロコ、はいはい、あとハスとかいろんなベイト、オイカは、うん、もういろんなものがいるんだけど、うん、そことマッティングするのね。ワカサギ釣れるかこれね。ワカサギカラー、いいな。これを投げてファ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 ーって1個提案があるね。それはどうするんだよ。いや、これ釣れないか、琵琶湖で。いや、俺はいらないそれ。俺はバイズシュリンプ以外使わないから。バイズクロー釣れないから。バイズクロー 5.3 インチ。5.3 と絶対釣れないから。匂うからね。うん。匂いはいいよ。で、バイズシュリンプ。ほら。あの。めちゃめちゃでかいこれ。これバイズシュリンプは釣れるんやけど、クローの方あんまり釣れへん。むちゃくちゃでかいこれ。これお前ちょっといつも昼まで坊主やん。あぶね、針がついてるこれ。なあ、じゃあお前これでさ。うん。あのダムとか行ってこれでさ、これを使い始めたら昼まで坊主やん大体。この入れ食いの時に坊主かお前って、昼でなあ、もう6時、5時間も6時間も投げてこれ投げ続けて坊主のよくあるで。そうか、これ釣れないから。琵琶湖でこれデカバス釣るから。俺バイズシュリンプは釣れる、うん、でこれは相当でかいのしか食わんからシルエットが大きすぎるかな。 4.8 ぐらいにしよっか。じゃあ、まあこれも釣れなくはないけどな。バイズシュリンプいいよこれ。バイズシュリンプの方が釣れる。この人毛がいいんだよこれ。そうか、この釣り具の整理って重要じゃん。そうだよ。でこうやって行く前にさ、こうこうあってさ、見てこれくっちゃくちゃじゃんね。今日みんな使ってここに入れたんだけど、この辺をさ、これスナップ、スナップはスナップでまとめたり、針は針で全部まとめるわ。もう針も全部一箇所にまとめる。クランクベイトもこっちに入れようこれ。うん、もう針はまとめよう一箇所に。ちょっと針くちゃくちゃやん。でここで読みたら、この俺のね愛してやまない用釣りスリーデッシャットあったり、今日これで釣れたね、うん、まあこれはここでいいか。あ、スピンベイトもあるやんね。うん、だな。あとこれ、これタヌキルア、うん、いやー、いや 3D、 3DR の用釣り、
これでかいのしか釣れない。あ、これ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 、あ、それじゃん。あ、これが釣れるんだよ。こ、お前が言ってるのこれだろ。あ、それめちゃめちゃ釣れるよ。これがめちゃめちゃ釣れる。それちょっとここ入れてこ、このラパラーのここに入れといて、これ俺のレギュラーに入れといて。でこれはもう釣れないんだ。釣れない、釣れない、確定なんだ。でもラパラーのこれがすごかった。すごい、これ前一番釣ったもんな。一日めちゃめちゃ釣ったよそれ。なあ、これ釣れるよな、確かに。やっぱり整理整頓するのが重要だからね。やっぱ釣りの前にはね、整理整頓せんの。うん、でこのシャットがね、これすごく強いのと、あとスピンベイトも持ってってるからね。ね、これヨウズリの新しいシャット、ハードシャット。これもいいんだけど、こいつもすごい、まだ釣ったことないんだけど、一番釣れてるのがね、これなんですよ。これ。これで50アップめちゃめちゃ釣ってきた。これ。もう竿曲がっちゃって、針曲がっちゃってるでしょ、これ。釣りすぎて。ね。針曲がっちゃってる。釣りすぎちゃって。このヨウズリの、これがすごい釣る。これも再販してほしいよ。これ580円やったんやで、ね。楽天で。もともとの値段は何もなんだろう。1000円ぐらいじゃない。で、なんか多分580円特価品で、結構俺これ、お世話になって、めちゃくちゃいい動きするの。これは大好き。3D ね。3D シャット。これが一番強い。お前も一時あれだな、浮気症だからさ、このロザンテロザンテ、どうせ一回ロザンテで50釣れてもアホみたいなロザンテロザンテで、もう今やそれ釣れたもんね。もうこればっかりなんだ、一匹釣れただけで。まあ、ロザンテも使うよ、これ。ロザンテ釣れる？ロザンテ釣れる？ああ、これロザンテもいろいろあるの。うん、これも入れてこい。このロザンテも使う。うん、使いやる。